今回の裏技は、同名アニメを題材にしたアクション RPG、マジックナイトレイアース、です。まずは軽いところから、メニュー画面で左と X ボタンを同時に押すと、メニューが消えます。ゲーム中にウィンドウを開いて、同じく左と X ボタンを同時に押すと、奥義のオンオフができます。ただし覚えてない奥義をオンにはできません。走りながら画面が切り替わるときに、ジャンプすると、画面が切り替わっても走りを継続できます。ダッシュ技を覚える前は、特に重宝する小技です。クレフト通信し、通信が終わったらすぐに、Y ボタンを連打してマップを呼び出すと。キャラクターが通常サイズのまま、マップ画面になり、進路をはみ出して進めたりします。ヒカルは MP だからですが、MP のある他のキャラクターに切り替えてから、C ボタンを同時に押しながら、L か R ボタンでヒカルにキャラチェンジすると、MP は空なのにヒカルの魔法が使えます。これを利用すれば、強力な全体攻撃、先行、も打ち放題です。ライリーとエアリアの創始の店では、宝玉を購入することができますが、購入しようとして、いいえ、でキャンセルした後、その場でジャンプすると、宝玉がタダでゲットできてしまいます。しかも2つ分も。七色おじさんから購入できる、プレセアの恥ずかしい秘密ですが、これを持った状態でプレセアに話しかけると、強制的に取り上げられてしまいます。その後は七色おじさんから、新しい写真を購入することができ、最終的にはこちらの4枚目となる、おねしょの写真が手に入ります。アミュレットが全部集まりました。そうしたら七色おじさんの家に行き、黒の日記の隣のスペースを調べます。するとイベントが発生します。なお、アミュレットに関しては、全アミュレットの獲得場所をまとめた動画を別に上げているので、概要欄に URL を貼っておきます。参考にしてください。このイベントを発生させて、ゲームをクリアすると、メニューに、モコナシアターが追加されます。シアターですがムービーではなく、サウンドテストですけれど、